動きます。6号艇の吉田孝吉回り込んでいますが、インコースは柳沢、その外に続くのは4号艇の本田。ボートレースところ目、5日間のミドルシリーズマクール杯、今日4日目の争いは着々進んで、さらに終盤これより3つの準優勝戦を迎えます。まずは1つ目、競争水面上第10レース準優勝戦の争いです。インと2コース体制決しています。3つの陣営トップカード、地元のエースが高額です。1号艇の柳沢はじめがっちりとインコース人気の中心、迷うことなく動きました。6号艇吉田孝吉がスローの2コースに進入です。その奥後方側を流して続きます。センター3コースを伺って2号艇の坪井、伸び足警戒坪井 SR が3コースへ、中学生その隣前方側を流しますが、永井源、本田博一、伊沢も下げます。ダッシュ戦、そして今その内側を引っ張っていきました。本レースは引いて3コースの角1です。2号艇の坪井、4コースが3号艇永井、そして5コースのポジション4号艇本田、本体パワーを引き出すために日々懸命な調整作業が続くシリーズです。そして一番外6コース助走を奪って号艇佐藤光、本番は2対4、3角坪井、インは柳沢、インから1番、6番、2番、3番、4番、5番です。10レース、スタートしました。5コースから踏み込んだ4号艇のホンダ、じわーっといった、まくっていく、その外から握っていく、5号艇の佐藤光がまくり差し、いったいった、先頭争いが4号艇、5号艇接戦も、うち、尺率も1停止半、2停止優勢と5号艇佐藤が先頭、2番手展開仕掛けたのが4号艇ホンダでありまして、1周リマークの旋回スタートは正常です。トップ旋回は5号艇佐藤光、2番手は4号艇のホンダ、内を舞う、ホーム直線へ帰りました。上位2人は完全に抜けて5番4番5番4体制、3番手の争いが3号艇1号艇接戦、インコースが3号艇長い、アウトコース1号艇柳沢の競りとなって2周目の攻防です。内側5番手から2号艇坪井が直線コースを浮上ですが、アウトから3号艇の長井は外スーッと行ってアウトサイド、3番手は2停止3停止優勢と3号艇の長井源、先頭は独走体制であります。5号艇の佐藤光、2番手が4号艇本田、3番手が3号艇長井と続いて2マークの旋回です。内側4番手から2号艇坪井が最接近も、3番手は3号艇の長井が先行する、インを通って2号艇坪井が旋回する、ホームスイッチへ帰るが振り切って3番手5停止6停止先行です。3号艇の長井先頭は独走体制、5号艇佐藤光、2番手4号艇の本田、3番手が3号艇の長井となって最終周回です。3周1マークの旋回から最後のバックスイッチへ入りました。5号艇の佐藤光が先頭、2番手が4号艇本田、3番手3号艇長井、条定制5、4、3となっています。4番手が2号艇坪井、5番手に1号艇柳沢、最高峰が6号艇吉田です。ラストターンマークの旋回から最後のホームスレッジへ帰るところ、大外6コースから決めました5号艇佐藤、2番手が4号艇の本田、3番手3号艇長井、大丈夫レースまもなくゴール、先頭5番佐藤五輪、2着4番の本田五輪、3番の長井五輪、2番の坪井、1番の柳沢、6番の吉田五輪です。水面上はシリーズ4日目の模様をお送りしています。マクール杯終盤勝負の準優勝戦が続きます。競争水面上変わっては第11レースの争いです。6名がバックがコース取り、動きは全くありません。11レース対戦メンバーです。1号艇春園幸太、2号艇中島光平、3号艇には金子はじめ、4号艇伊藤正義、5号艇には畑田太一、そして6号艇鈴木博士、以上6名による対戦カード第11レース準優勝戦の争いです。このカードはスローペースのコース取り、マイペースなインドルとなりそうです。1号艇には春園幸太、3日予選をオール2連隊、2つ目の陣営高和コーテル人気の中心です。インコースへ外を続きます。2コースから卓越したハンドルワークで勝負です。2号艇の中島光平が中枠生、攻撃力十分でありますが、金子が3コースへ下げて4角の4号艇の伊藤、5コースを引っ張っています。旋回力で勝負に持ち込みたい畑田太一が、そしてオースト6コース、2戦勝まであと1勝と迫っておりますベテラン鈴木、
スロー3艇、ダッシュ3艇、進入スタイルは3対3の11レース準勝戦。インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。第11レース。スタートしました。1コース、1コース、5コース、3艇コース、トゥンコージは、トゥンコーテール伊藤、インコースから1コーテール春園が先行する。締めていった、4コーテール伊藤が外、そのまま行く。ズボーン !5 コーテール旗田、突き抜け、リードは2艇進、5コーテール旗田が先頭、アウトコース、1コーテール春園も踏ん張っておりまして、現在ラップ状態、1コーテール、5コーテール接戦、1周のマークの前回、スタートは正常です。トップ旋回は、内側から、5コーテール旗田、インから積み寄って2コーテール中島、外から内へと来るのか、いやー、外はまた、もっと追走の形から内懐、1号艇の春園でありますが、アウトサイド2号艇中島、インコース1号艇春園コーター、2番手現在2停止に先行し、1号艇春園、外は2号艇中島、内側から4号艇伊藤が接近中、2周1マークの旋回です。インから4号艇の伊藤が行く、1号艇の春園が引いた、外は回していく、スーッと行って、2号艇中島旋回バックへ入った、並ぶぞ。3艇が超激戦区、インコースから判定心少しだけ優勢、1号艇春園、外並んで4号艇2号艇密集しておりまして、2コーナーの旋回です。2着から次はインから1号艇春園が来る、4号艇の伊藤が追走する、さらに引いている2号艇の中島旋回ホームスイッチへ帰ったが振り切ったのか、リードは2艇進と1号艇春園、2番手3番手から泳ぎ浮上観光中、4号艇人がじりじりと定間縮めて、一定心から判定心と入るかどうか。3周回第3マーク実際届いておりまして、4号艇の人外から距離を取って、1号艇の春園、その内側から2号艇中島が行った、ズバッと来て1号艇春園、内を通って2番手2艇進先行する春園コータ、外側2艇進後方3番手が4号艇の人、3艇並び5番1番4番で最後の時計裏を通過、最終マークの旋回に入ります。先頭はぶっちぎり5号艇の旗田、2番手は1号艇の春園、外から4号艇の伊藤が来る、インを詰め寄って2号艇の中島旋回ホームへ帰るが、わずかにしのぎまして、2番手は1号艇春園、3番手が4号艇伊藤、先頭5番旗田五輪、2着1番の春園五輪、4番の伊藤、2番の中島、6番の鈴木、最高峰で3番の金子五輪です。